皆さんこんにちは、クーです。今日もですね、龍が如く維新極みの続きをやっていきたいと思います。はい、まずはですねメインストーリーの方を進めていこうと思うんですけれども、そう、お龍は分かってくれたようだな、俺も寺田屋に戻ろうということでね、この間ちょっとお龍さんが、はじめさんがね新選組に入ったことでね、人斬り集団に入るってね、ちょっと悲しんでいたのですが、あのはじめさんと前回話してね、ちょっと理解を得た感じになったので、ちょっと戻っていこうかなと思います。よし、おいきなりイベントですね。おかえりやす。お寮はもう戻ったか。ええ、はじめさん意外と女の扱いがうまいんですな。ちょっと見直しました。俺はあんたにうまく使われたみたいだけどな。さあどうやろ。あ、そうや、はじめさんが出かけてる間にね、あんたに会いたいって人が来たんやったわ。俺に？どんなやつだ？どんなって言われても、ただちょっと土佐なまりのあるお侍さんやったね。土佐の？土佐のお侍さんでな、その人清水寺で待ってるって言うてはった。清水寺に？そう、そもそもいつ帰ってくるかわからへんって言うたんやけどね、構わへんからそう伝えてくれって。それにしてもあんたにお客さんなんて珍しいわ。これも体調効果やろか。さあな。わかった、ちょっと行ってくる。ということで、そうですね、じゃあ、清水寺の方に向かっていきたいかなと思います。あ、夜になった。なるほど。待ってください。清水寺へ向かえということで、清水寺はこちらの方、了解です。そしたらですね、アナザライフの方で、はるかちゃんの借金100両あるじゃないですか。多分ね、あれのうちのちょっと返済のね、催促のお手紙がこの間来たのですよね。これ、そう、そう、こうね、返済、第1回返済、斎藤殿そろそろ第1回の返済期日だということで、20両を持って伏見の北東にある神社の前へ来てくれ、わしはそこで待っているということで、地主さんが待っているようなので、はい、まず第1回の返済をしていこうかなと思ってます。そう、それからですね、清水寺の方に行こうかな。うん、よし。いや、ちょっとね、誰が待ってるか気になるところでもありますよね。戦闘とかかな、なんか仲間なのか敵なのかもちょっと分かんない状態なんだけど、お、いましたね、いましたね。ちょっと待って、まずはこれを拾ってよいしょ。地主さん、お久しぶりでございます。よう、斎藤さん、今回の返済分20両は用意できたかい？はい、20両、結構20両作るのね大変でしたよそう、確かめてくれということで、よう、20両です。100両結構あれですね、うん、大変だけど頑張って返さなきゃです。ふむ、確かに20両ちょうどだな。これで残り返済額は80両だ。また返済期日が来たら連絡するからよろしく頼むよっていうことですね。了解です。それとこれをあの娘さんに、あ、着物、もっと着物って読むの違うよね。ガンゴーもうちょっと読めないけど、あの着物をいただきましたね。うん、ありがたしですよ。素晴らしい。うん、あのはるかという子にあげてくれだって、地主さん優しいですね。年頃の子が借金を抱えておしゃれ一つできないっていうのもかわいそうだしな。まあ俺からほんの気持ちだということですね。ありがとうございます。なるほど、うん、あんた意外と優しいんだな、なんで、そう、ねえ、ちょっと優しかったですね。
じゃあまた連絡するということで。なるほど、ちょっとあれかな、清水寺に今日行こうと思うんだけど、ちょっとせっかく着物をいただいたので、はるかちゃんにちょっと渡してから行こうかな。アナザライフの方あまりまだ収録してなかったりするんで、ちょっとお料理作ったり、どんな感じでやってるか、見とこうかなという感じですね。まあちょっとね、さっきまで別宅の方に行ってやってたんで、収穫はねまだできないと思うんですよ。そう、なので、まあ、でも一応行ってみましょう。そう、別宅に帰る。そう、まあはるかちゃんに着物を渡せば着替えられるようになるのかな。ね、おじさん、イベントいつもないけど、おああ。かえりなさい。ただいまー。そう、着物をもらった。おお、お土産です。そう、渡してくれたんです。あ、喜んどる。おお、着替えた。なるほどね、着物をあげると着替えてくれるんだ。かわいいです。いいんじゃないですかね。やっぱ新しい着物とか嬉しいですよね。いきますよ。めっちゃ喜んどる。 あ、よかったです。よいしょ。はるかもやはりおしゃれしたい年頃なんだな。俺も傷が向いたら着物を買って。おお、なるほど。着物を渡すことではるかの衣装を変更することが可能になります。着物の変更をしたい場合は、別宅の室内にある化粧道具にアクセスし選択してください。なるほど。着物は特交換所で引き換えることでオープンする。神主商店で手に入れることができます。徳を貯めてはるかに着物をプレゼントし喜ばせましょう。だって。どういうこと？特交換で、なんかできるようになる感じ？内装とかまだなんだけど、なんか神主の、これがある。神主商店開店っていうのが増えましたね。徳を使って物品が買える店がオープンします。神主に話しかけることで利用ができます。あ、なるほど。これでちょっとじゃあ交換して、今ね徳結構持ってるんで、徳買いちゃいましょうか。なるほど、最強品揃えっていうことですね。一気に開けといた。あとでじゃあ神主さんの方でもね行ってみたいと思います。なるほど、ここで着物が買えるようになるということなんで。そう、今ねペットはここに豆ちゃんがいるんですよね。そう、豆ちゃんは忠実な飼い主さんに忠実でお亡くなりになって、前紹介したかな。そして新しく入ったのがこちら、クロちゃんです。 この子はね、ちょっと吠えてて、近所の人がね迷惑がっちゃって、この子を処分しようかなっていう話になっちゃってたんですよ。で、私が骨をあげたところ、ちょっと吠えるのが収まってたんだけど、それでもなんかご近所の人たちがね、今は吠えないけどまた吠え始めるかもしれないから処分するって言ってたんで引き取ってきました。そうなんですよ。なかなかね結構悲しいエピソードで、でも無事にうたくちさのん子食べにろなっよ。たんで、そう、よかったです。お腹いっぱい食べた。よかったね、本当。そう、こんな感じでね保護してる感じです。あと鶏さんの卵とかね。そう、こんな感じで。そしてつぼりもあったりしたり、こっちがよいし、豆ちゃんもちょっと可愛がっとくか。ワンって言って、おお、世話をする、遊んであげる。
いまいちまだね、これ何したら一番喜ぶかよくわかんないんだけど。そう無視されてしまった。そうか、ちょっと正しい答えではなかったんかな。こんな感じで時々、おお、飛脚さんが来たよ。手紙を受け取った。それじゃあ足はこれねっていうことで。手紙は、あ、第2回返済早いな。さっき返済したばっかりなのに。そう、返済期日がまたね、第2回のまた20両持ってきてほしいとのことです。まあね、そう、そして今ね、やってるのは朝鮮人参、これ高く売れるみたいなんで、ちょっと家を長時間離れるときはこちらを育てておこうかなと思って、そう、帰ってくるつもりなかったんですけどね、そうこれからメインストーリー進めようかなと思ってたから、あれだったんだけど、よいしょ。あと料理ね、そう、料理こんな感じで時々やってます。そう、こうやって一度作ったやつにチェックマークがつくみたいで、こんな感じで作ってます。試しに作ってみますか。そう、すっきり野菜の飴物、よいしょ。そう、これ初めて作るやつですね。そう、こんな感じで野菜とかもあるので作ってみたいと思います。おじさんの料理楽しみにしてるねって。超かわいいんですよ。よいしょ、いくよ。さあ、これね、調味料めっちゃ苦手なの。行き過ぎた。いまいち、そう、難しいんだよね、これ。細かく切れば。いい感じ。よし、やるぞ。細かく丸。合わないよ。よいしょ、こんな感じ。まあ、いい感じということでさ。一口食べてみてくれ。おー、どうでしょう。おじさん、すごく美味しくできてるって。おー、食感も本当にいい塩梅だって。誰も真似できない。あ、特上一丁でいきましたね。よかった。よかったです。そう、もう一個ぐらい作っとくか。よいしょ。いや、これがね、結構、難しい。だんだんとさ、難しくなってるんだよね、このやっぱ。しっかり焼き魚っていうのを作ってみる。さっきまだいい鮎が必要なやつ。よいしょ。よし、やるぞ。火花が出たら、ひっくり返す。惜しい。よし。火鉢でさ、焼き魚とかめっちゃいいのに。食べたい。これが鮎かな。ね、あ、やばい、焦げちゃった。ちょっと待って、いまいち焦げちゃった。よし、やるぞ。すべて頑張る、集中。はい、おいしい。ちょっともう、まばたきしてる間にあれになりそうで、ちょっと怖かったですけどね。どうだろう、一個失敗しちゃったけど。悪くないだろ。どう、おじさん、すごくおいしい。おー、うまくできたよ。あ、特上調できましたね。そう、こんな感じでやってます。そう、多少ちょっと失敗しても大丈夫みたい。あと、今うちにいるにゃんこちゃんはこの子だね。この子はね、船頭さんの近くにいた子で、川になんかしょっちゅう落ちちゃってた子なんですよ。そう、おっちょこちょいのおちょこちゃんにしたんですけど、そう、なんかね、この子すぐ川に落ちちゃって泥だらけになっちゃって、そう、だからはじめさんが銭湯に連れてて、そう、綺麗にしてあげてたんっていうことですね。そしてなんかね、最後の方もやっぱちょっと危なっかしいんで、うちに引き取ることにしました。おー、のびのびしている。よかった。
こんな感じでね、にゃんこちゃんもいます。あとね、街中にもう2匹ほどいて、そう、ちょっと懐かせようかなとやってます。そう、ワンちゃんの方もあと1匹いるみたいで、そう、この間ね、収録した時にちょっと怪我してた子なんだけど、その子を、多分うちに迎え入れるんじゃないかなと思いますね。今受けてる注文はってこんな感じで、そう、注文が来てるんで、さつまいも結構ね、農作物は揃い始めてる感じで、あとね、ここら辺のあれですよね、お魚さん、シラスとかトラフグは一応あるにはあるんだけど、もしかしたら料理にも必要かもっていうので、ちょっとまだ使ってない感じです。そう、こんな感じ。活力炭特製、弾丸5個とかあるんだ。回復薬5個、いやー、ここら辺ちょっと今はまだかな。鉄の皿が5個。おお、5000本ありがたいですね。鉄の皿とかなんかね、なんだっけ、質屋さんによると2、30本ぐらいしかなんなかったと思うんで、ちょっとありがたいです。ちょっと弾丸ここら辺は使うかもなんで、ちょっと今は売らないでおこうかな。よし、こんな感じで、行ってくはるるかね。ちゃんが夜なのに 重い荷物を背負って、あれですよ、今帰ったよ。やってきてくれるという感じです。そう、ちゃんと取り付けてきたっていうことでね。そう、結構ね、肥やしとか素材とかももらえたりして、あ、荷物がいっぱい、こんな感じで、よし、名馬のたてがみをもらった、そうです。よし、おいしい。こんな感じに、ちょっと待って、ここに寝るとあれかな、体力が、お、イベントだ。おお、はるかも眠いのか。昨日遅くまで掃除してたから、ちょっと、そうか、ならいもえも一緒にいるかっていう。家事や掃除をすることも大事だが、そこまで根を詰める必要はない。眠い時は寝ればいいさ。おお、にゃーにゃー言っとる。そう、よーし。こう、それじゃあおやすみ、おおやじすみさん。なさいね。なんかね、お風呂のイベントとかもありましたね。そう、よいしょ。おじさん、もう寝ちゃった？いや、起きてる。ちょっと寝つけなかっただけ。あんなに眠かったのに、急に目が冴えちゃった。ねえ、おじさん。おじさんは寂しくなることってある？ああ、寂しくなることは、龍馬さんだよね。ないなって言っとく。寂しくはないかな。いや、ないな。そっか。どうしておじさんは寂しくないの？慣れたからと、はるかがいるから、まあ、家族のはるかちゃんがいるって言っとくか。はるかがいるからな。別に寂しくない。そっか。だが、はるかと暮らす以前も、寂しいとはあまり感じていなかったんだ。どういうこと？早いうちに両親を亡くして、俺にとって孤独は当たり前のものになっていたからな。それを寂しいと感じることはなかった。いわば孤独に慣れていたんだな、俺は。孤独になれる。
ああ、今考えると孤独で寂しい日々だったのかもしれない。だが自分が孤独だということにあの頃の俺は気づくこともできなかった。そっか、寂しいことも当たり前になると自分が寂しいんだってことにも気づかなくなる。おじさんと出会わなかったら私もそうなっていたのかもしれないね。さあどうだろうな。だがお前と暮らしていく中で俺はそんな自分を変えることができた気がする。誰かが家にいる、待ってくれている人がいるってのはいいもんだな。これが家族の温かみというやつか。家族？私が？ああ、少し変わった関係かもしれないが、俺にとってお前は大事な家族だ。だからもしお前が寂しい時や辛い時は遠慮なく言ってくれ。俺にできることならいつでも力になってやる。まあ何ができるのかは正直よくわからんがな。おじさんありがとう。さ、そろそろ寝るか。どうだ、寝れそうか。うん、おやすみおじさん。おやすみはるか。あー、ほっこりイベントですね。やっぱはるかちゃんはね、娘のような存在なのかなという、和みイベント。そう、家族のやつですね。これで体力もよし、戻ったかな。よし、じゃあ清水寺の方に行きますか。よいしょ。あ、ごめん。これはまだでしょ。ちょっと荷物とかも置いていこうかな。よいしょ。ここら辺を置いていこうかな。林とかもいらないかな。こんな感じでとりあえず出かけようかな。よし、行ってらっしゃい。行ってきます。よし、清水寺の方に行きますか。ちょっとね、神主さんがあと20両っていうのもあるんだけど、さすがにちょっとね、今持ってるのが28両なんで、もうちょっと余裕ができたら行こうかなと思います。よし、走っていくか。走っていきますよ。おお。どうだろう。途中で、まあ、今日はまあ清水じゃなくて清水寺の方に先に行ってしまいたいので、あれですね、サブクエとかはしないで先に清水寺まで一直線に行くことにしますか。よし、そうしよう。あー、よし、ちょっと疲れてきたけどね。あー、捕まっちゃうから。すごい、ぜー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 って言ってる。よし、これを木炭ゲット。そう、タツネもここにいるんですよね。また今度来ようかなと思います。そう、とりあえずやっぱ清水寺の方がねちょっと気になるんでね。清水寺どっから行くん。これはこっちから行く感じ。よいしょ。頑張ってあんまり絡まれないように行きたいですね。誰だろうこの人。これあのムクロガイで、ちょっと一回だけ前回の収録で、お腹が空いてた人映ってたじゃないですか。その人に収録外でね、ご飯とかあげてたら、そう、絆がマックスになったんですよね。ああ、仕事を見つけることができた、よかった。
ねえ、本当にお侍さんのおかげです。この世を変える、そんなでかい夢を抱いてるお侍さんに勇気をもらって、そう、私は世界を変えられないかもしれませんが、自分の生活くらいは変えられるんじゃないかと思って雇ってもらえるよう頼み込みに行ったんですが、ほとんど断られたんですが、一件だけムクロ貝から這い上がった店長のお店で働かせていただけることになったんですよって。よかったよかった、これは今までの俺です。あなたがいなかったら私は今頃飢え死にしておりました。大したものやないけど、今の私の精一杯の気持ちです。おお、精密機械ありがとうございます。そう、頑張って働いて昔の自分のような飢え死にしそうな連中を助けてやれたらと思ってますだって。おお、すごい。あ、なるほどね、これでマックスになったのか。なんかこの間ね、そのムクロガイで話した時、なんかもう十分みたいな話をな展開でなったから、てっきり終わったのかと思ってましたが、これでマックスになったようです。なるほどね、よかったよかったね。これこうやってちょっとでも、さっきさ、ちり紙があった、ちょっと待って、ちょっとでもね、生活が改善されたのなら本当良かったです。よし、なんかもうこういうの拾わずにはいられないみたいな。ダンゴムシだ、ダンゴムシか。よいしょ、ネジね、よいしょ、行くぞ。絡まれるかなこの人たち、どうだろう。よーし、あ、大丈夫そうでしたね。じゃあこの先みたいなんで、清水寺の方行ってみたいと思います。誰ですかね、竹地さんとか。竹地さんとかでもそんなに街を歩ける状態じゃなさそう。っていうか誰か倒れてますね。ちょっと待って、何か落ちてる、くびきけ。これはちょっと、いや、なんかさすがにこの方をこれはちょっとね、サブストーリーやらないとは言ったけどみたいな、これは助けていかねばならぬでしょうね。え、大丈夫か、何があったって。そうね、え、思い出せない男なんて頭を強く打っているようだな。ひとまずこの男の傷を手当てしないと。何を渡そうか。ああ、まあ傷薬でいいのかな。よいしょ、どうぞ治療してやるからなっていうことで、そのあなたが僕を手当てしてくれたんですか。まあな、それより一体何があったんだ。僕は道を歩いていて、それで頭が痛い、何も思い出せないだって。そう、大丈夫か、痛いなら無理に思い出そうとしなくてもいい。すいません、一体僕はどうして倒れていたんでしょうか。いや、わからないですね。そうですか、そうですよね。助けていただいてありがとうございました。これお礼です。枯れ木の枝をいただいた。もう具合大丈夫なんですかね。少し頭が痛むので、もうしばらく僕はここで休んでいくことにしますって。おお、まあ気をつけてくださいね。いや、ああ、これも絆系ですね。了解です。じゃあまた来ますよ。お大事にです。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。拾ってきちゃいましょう。ああ、季節外れの、なんかね、梅干しの材料になるのかな。そう、お料理できるみたいなね。なるほど。よし。いや、清水寺に行けるのちょっと嬉しいですね。私リアルで一度二度くらい行ったのかな、一度かな二度かな。そう、ちょっと子どもの頃、あ、そう、子どもの頃に家族と行って、もう一回は友達と行ったんかな。そう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 、いいとこですよね。清水の舞台。竹地ハンペーターを追ってたら意外な大物が釣れた。これも運命ってやつか。おいおい、まさかこんなところで抜きじゃねえだろうな。
あれ、伊達さんでしたっけ、名前。お前か。あれ、ちょっと待って。ああ、土佐浪人、中岡慎太郎だ。よろしくな、坂本龍馬さんよ。ああ、中岡慎太郎さん。この方は、中岡慎太郎。あのさ、親さんが、そう、同郷のお仲間ってわけさ。殺された時にいた人なんだよ。竹地を追ってるってのはどういうことだ。誰とも知らない奴の呼び出しにのこのこ出てきたんだ。時間はあるんだろ。ちょっと長話に付き合ってもらうぜ。中岡と言ったな。あんた何者だ。吉田東洋様の付き人だ。ああね、正しくは元だがな。東洋様には返しきれねえご恩がある。ああ、なるほど。おやすさんの。おやすさんか。あの時もお前東洋様をそう呼んでたな。あの時だと、うん、東洋様が殺された時だよ。そう、駆けつけた俺もそこにいたんだよね、この人が。そう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 、これこれこれ。あんた、あの場にいたのか。うん。物音に気づいて俺たちが駆けつけた時には東洋様はすでに切られていた。そしてあそこにいたのがお前と竹地半平太だ。何？あんたなぜ竹地がいたことまで知ってるんだ。役人が駆けつけた時、あそこにはもう俺しかいなかったはずだ。うん、言っただろ。俺は東洋様の付き人だったからな。あの日お前らが二人来ることは内密に聞かされていた。そうだったのか。あの後俺は東洋様を守れなかった責任で罷免された。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。ま、俺のことはいいんだ。どっちにしろ東洋様がいねえのに城勤めしても意味がねえ。だが東洋様を殺したやつだけは許せねえ。お前のことだよ、坂本龍馬。ああ、やっぱそうなってしまう。本人を目の前にしてあんたどうするつもりだ。ここで切るか。悪いな、今のは冗談だ。確かにあの事件、犯人はお前ということになっている。表向きはな。どういうことだ。俺は真の犯人は別にいると睨んでるってことだ。うん。よく考えてもみろ。もしお前が東洋様を殺したとして、お前に一体何の得があった。脱藩浪人として故郷にも帰れず、京で名を隠して生きなきゃならねえ。そこまでしてなぜ東洋様を殺さなくちゃならない。お前が何を得た。じゃああんたはあの事件の真犯人を誰だと思ってるんだ。竹地半平太だ。俺はそう見てる。何だと。竹地半平太。竹地半平太。そして土佐勤王党の大躍進。藩の賛成だった東洋様が生きていれば、竹地もここまで土佐を思い通りにはできなかったはずだ。ましてや竹地は上司にまで昇格している。これ以上に得したやつが他にいるか。いや、でも。だがまさか。絶対に違うと言い切れるのか。なんていう話の展開ですかね。それであんたは竹地を追ってたってわけか。ああ、で、やつを嗅ぎ回ってるうちに偶然あんたに出くわしたってわけだ。なるほど。なるほどな。確かにあんたの推理は筋が通ってる。だがな、あんたは大事なものを見落としてる。何だって。あんたらが駆けつける前にもう一人あそこにいた。そうなんですよ。そう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 。覆面の男がな、俺たちは見たんだ。そいつがおやすさんを切る。犯人はそいつだ。うん。実はな、俺もあの事件の真相が知りたくてその男を追ってるんだ。そうだったのか。どうやらお前は俺の知らねえことをだいぶ掴んでるらしい。
今度は俺が話を聞く番だな。俺の方も長話になるぜ。なるほど。だからあんたは新選組に入ったのか。覆面の男を追うために。ああ、そこまでヤバい橋を渡ってんだ。手応えはあったのか。山並圭介と長倉新八は覆面の男とは思えない。新選組に入って掴めたのはせいぜいその程度だ。いや、入隊してまだ何日も経ってねえのに大したもんだ。だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動きづらい局面もある。だからよ、坂本さん、ここは俺と手を組むってのはどうだ。俺も東洋様を殺した犯人を追ってきた。俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか。あんたの言う通りかもしれねえな。よし、なら決まりだ。いや、だってシリーズを誰か来た？どなたでしょうか。この方でしょ。やべえな、土佐勤王党だ。あ、土佐勤王。俺が竹地を嗅ぎ回ってたのを感づかれたか。中岡慎太郎やな。連中の目当ては俺だ。あんた逃げろ。この状況で見逃してもらえるとも思えねえが。ま、確かにな。お、これは戦闘になる方だな。勤王党の邪魔をする人間には消えてもらう。覚悟はできとるの。なるほど。こっちの連れは関係ねえんだ。返してやってくれねえか。関係ないもんとこんな場所で会うがかい。銃持ってるんですけど。ちょっと、たく、すまねえな、巻き込んじまった。気にすんな、全く関係がないわけじゃない。鬼斬る。おお、京都にまとめて八の巣にしゃれ。頑張ります。いや、なんかさ、やっぱシリーズでもこの、なんだろう、伊達さんだったよね。そう、一緒にね、戦って協力して真相をつかむみたいな感じだったから、今回はそういう感じになるのかな。よいしょ。ブロックできるですね、さすがです。よっしゃ、こんな感じでどう。よし、ちょっとこれも取って、あとはないかな。伊達さんは刀だよね。おお、結構いますね。危ない。ああ、いきなりね。備えてですね、お酒飲んどこかな。ヒートゲージを上げやすくしとくかね。これに食べる。あっと、アイテムはない感じかな。鉄砲隊に単純の型使用時に R1 を押しながら移動しつつ、四角で射撃を行うことができます。遠くから銃を撃ってくる敵には移動しつつ物陰に隠れながら隙を見て攻撃しましょう。なるほど。
銃でやれってことか。R1 をしながら。ちょっとあんまりなんだけど、ちょっと待ってこれ行こう。あんまり遠すぎてもダメってことか。あ、ちょっと待って。よし、こんな感じでよろしいか。あんまり銃さ、今まで銃使ってこなかったからちょっとあれだね。よし。よいしょ。おっとっと。とどめまではいかないか。これをもう一個飲んのか。で、強化で誕生が増えるってるね。ちょっと待って、こう敵を掴んで三角とかもできるのか。待って、あれがない。ヒートゲージもないから、これを飲んどく。あんまり効いてない気がする。おし、結構強かった。そろそろ刀とかもう一段階上にしなきゃいけないかもね。大した腕だ。おー、ありがとうございます。いや、あんたも案外やる。まあ、今後ともよろしく頼むぜ。これから俺も寺田屋に拠点を移す。お互いの情報はそこで交換しよう。それでいいな。わかった。あんたはまだ竹千代を追うのか。いや、
竹地の方は一旦やめだ。それにあいつは土佐に帰っちまったからな。俺も新選組を探ってみるさ。ちょっと待て、竹地が土佐に帰っただと知らなかったのか。最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿の命令で呼び戻されたんだ。それはどういうことだ。まず大殿の山内陽道公、このお方は先の安政の大国で失脚して以来ずっと江戸に隠居させられていた。幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐に強い影響力を持っている。殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。ここまではいいな。ああ。その陽道公が江戸にいる間、土佐を任されたのが吉田東洋様だった。だがその東洋様が暗殺された。で、陽道公はようやく幕府の許しを得てつい最近土佐に復帰したんだ。その大殿がなぜ竹地を土佐に呼び戻した。さあな。だが問題はそこだ。今の竹地半平太は老人たちを手なずけて事実上土佐を牛耳ってる。陽道公から見て愉快じゃねえのは確かだろう。1年前陽道公が土佐にいれば金の塔が力を持つことはなかったはずだ。それはつまり竹地や土佐金の塔にとってはまずいことになるってことか。そいつは陽道公の出方次第だな。今は様子を見るしかない。だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の男を捕まえるって仕事がな。竹地は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。お前さんよりよっぽど安全だよ今のところはな。ああ。なるほど。竹地さんは竹地さんでちょっと大変なことになりつつあるという感じですかね。おー、よし、第4章、共闘って何のことかなと思ったけど、これですね、中岡さんとの共闘っていうことなのかな。ね、了解です。ここに来てタイトルの解消が出ましたね。幹部たちの思惑が渦巻く中、あ、これ声が長い。新選組で龍馬は一人、ね、覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬。しかし土佐藩の大殿山内陽道が土佐に戻ったことを知る。そして時同じくして竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも龍馬は再び覆面の男を追い始める。少々鉄の掟。うん、ああ、とりあえず寺田屋さんからスタートかな。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。まあ、前までちょっとダメダメでしたからね。肝心なものを忘れてへん。あ、そうか、今日から新選組のお仕事ってことですね。お寮さんが裾を縫ってくれたんかな。ありがとうございます。なるほど、三番隊隊長のさんかな。ね、お前が裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかな、おかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。お本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。
さあ、そろそろ出なあきまへんな。三番隊隊長さん。ああ、行ってくる。わあ、これからじゃあ本格的に新選組の斎藤をはじめとしてやるってことですね。ああ、今日は東堂からの任務の説明を受けるんだったら当初なるほどね、結構長い間サブストーリーとかも遊んでたからあれですけどね。いやー、了解です。まあこれでそうですね、次回は当初からやろうかなと思います。おー、なかなか楽しみですね。今日はちょっとねいい時間だったので今日はこの辺で終わりにしたいかなと思います。最後までね見てくださった方本当にありがとうございます。それじゃあまたね、バイバイ。